みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はこの机のね、隣にある棚を整理したということで、ちょっとね、今回は綺麗になった棚を紹介していけたらなと思います。前回ね、机を綺麗にして、はい、まあ、横もねちょっと気になるということだったんで、はい、急遽ね、はい、隣のこの棚も綺麗にしたので、まあ紹介しようかなっていうことですね。ビフォーはないんだよね。そうなんですよ。ちょっとの写真とか動画は撮れてなくて、そう、昔の机紹介とか見ていただければ、うん、まあ多少変わってたかもしれないんですけど、うん、見ていただければなと思うんですけど、うん、まあなんかちょっとそんなにごちゃごちゃしてたわけじゃなくて、でもなんかちょっと汚いなっていう感じだったのを、はい、まとまってなかったんですよ。本当にもう物がもうなんかいろんなものが なんでこんなとこに入ってんのっていうようなものが、そうそうそう、種々4つ、例えばね、うん、4つあるとしたら2つはまとまってるけど、うん、残りの2つはなんかどっかにあるみたいな、棚、ね、にはちゃんと入ってるんですけど、そうね、そういう状態でまとめたいなと思ってて、うん、それでやっとまとめられたみたいな感じです。そうね、はいはい、じゃあ上の段からいきましょう。4段あるんですけど、はいはい、じゃあここですね。まずセリアで買ったボックスと造花が置いてありますね、うん、でよいしょ、この中にはなんかなんていうの、これはなんか巾着と小物で、そうそう、なんか旅行とか行くときにちょっとなんか使ってるみたいな。普段はあんま使わないかな。そうなんかだよね、そう、巾着と、うん、そうだね、100均とかで買ったピンとか入れるやつですね。普段は使ってないのでここに入れてるんですけど、たまに使うので入れてきます。次にこちらで、これはほうきと鏡なんですけども、ほうきもちっちゃい、ここにねちっちゃいのがあって、こっちを使っちゃってるんで使ってないんですよ普段、うん、けど昔使ってたから、うん、なんか思い出というか、うん、もう捨てる気がしなくて入れてます。はい、はい、まず造花の、うん、造花がここにあるんですけど、うん、造花のね後ろにしてます、うん、スピーカーが置いてあって、さっきまでね宿題しててその時に使ってました。はい、普段は置いてないと思うんですけど、このスピーカーめちゃめちゃ好きで。そうだよね、でもこれみんな使ってるもんね、パパとかもお風呂、そうそう、だからずっとここには置いとけないんですけど、好きなのね、混ぜてるのね。はい、はい、でこの後ろにも裏向きで、じゃあちょっとこっち側回った方がいいかな、設置されてて、はい、こんな感じで本当ね機材っていうか、そうだね、このまずヘッドホンだよね、上にヘッドホンがあって、でその中にはね、うん、ちょっとスピーカーとか、うん、マウスとか、うんうん、そういうね機材系が入っております。はい、で本はまあ、学校とか読書感想文でやった本とか、あと個人的に気になった本、昔気になった本を買った本をね入れております。はい、1段目は終了ですね。はい、ちょっと片付けますね。よし、はい、次、はい、2段目はアクセサリー系が多めですね、はい、で、これが100均で買ったケースに入ってる、ね、うん、ネックレス とこのね、ケースはリサイクルショップで買ったので、どこのとかはぶっちゃけよくわからないんですけど、めちゃめちゃ愛用しておりまして、もうめちゃめちゃ可愛いんですね。ほんと使い心地が良くて使ってます。2段目で、3段目はちょっとねシュシュとかでねいっぱいであんま開けれないんですけど、パンパンこんな感じになってます。きっとみんな突っ込んでるよ、何これって。これはシーンで買ったやつで、めちゃくちゃ可愛くて一目惚れして買いました。ネックレスかな。あ、そうですね、ネックレスです。ネックレスだよね。まだ一回もしてるとこ見たことないな。なんか青のがなくてめちゃめちゃ可愛くてしたいなとは思うんだけどね、うん、で、奥に、はい、このまたセリアで買った1個だけ入ってて、うん、ここにカチューシャ類とかピンとかがね入ってます、うん、
じゃあもうアクセサリーとか、ね、ヘアアクセサリーが中心にここにまとめられたってことね。そう、この段は本当にアクセサリー系、今までずっとごじゃごじゃだったんだけど、はい、やっとまとめられたって感じで、なるほど、はい、はい、ですね、はい、で次3段目、3段目は、はい、まずね、あの、まあ、雑誌というか、はい、ここもあの本当はこうなってて、うん、なんかあんまり不愛想じゃないですか、うん、それであの花彩るっていうか彩るって言ったらあれなんですけど、ちょっとね飾ろうかなと思いまして、はい、まあ、こっちにポスターがあるんで今後どうなるかは分からないんですけど、まあ推しですね。そう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 、またここもなんかグッズとか置けたらなと思って、はい、とりあえずですよ、このポスターが入っていた、またちょっとマイクがぶつかっちゃった、このポスターが入ってたのがこの雑誌ですか。あ、そう、この雑誌にそのポスターが入ってましたね、はい、だからこの雑誌はとりあえずなんですけど、はいはい、飾ってるってことですね。飾ってみようかなぐらいの気持ちで飾ってるんで、あの本当にこれはもう本当になんで別にいいじゃん、そんな言い訳みたいにしなくても別に飾ってますでよくないいやこれはまた、うん、とりあえずなの で、 そうなんです、ね、とりあえずの段階なのでまた変わると思うんですけど、わ、はい、かりました、はい、じゃあちょっと裏ですね、で後ろかあのちょっと暗くて映るかな、 OK ですか。こんな感じの棚です。ただのこれはイケアで買った棚でして、はい、この中にね宿題とか、宿題っていうかテストとか雑貨類が入ってますね、はい、ここはちょっと開けない方が良さそうですね、テストとか。そうなんですね、何枚か書いてあるんで、はい、でラスト、はい、4段目こちらです。こちらはあこんな感じですね、はい、はい、で開けますか、はい、まずねファイルが入ってます、はい、でこのここは、まあ、グッズですね、簡単に言えば、缶バッジとかカードとかね、あのヒロアカとかだよね。いやここにはヒロアカ入ってます。あ、いないの。はい、呪術回戦。呪術回戦は入ってません。鬼滅？鬼滅とかですね。鬼滅とかって鬼滅だけかい。いや鬼滅以外もあるんだけど。あ、そうなんだ。え、ヒロアカ入ってないの？ヒロアカはあっち。あ、もう一個の方か。呪術回戦とヒロアカはあっちの。あ、そうなんだ。あっちのここのこれに入ってて。じゃあこれは鬼滅とその方かいろいろ。うちなぜか鬼滅だけグッズいっぱいってさ、異次元ぐらいある。だって最初集めてたからね。鬼滅ね、昔。そうですね。そうですね。はい。はい、で開けて、あ、これがクリアファイル。ここにね、クリアファイル入れがあります。これ前ちょっとパラパラ紹介した。これもなんか鬼滅が多めなんですけども、うん、あ、はい、この中のさファイルも昔紹介したよね、さっとね。多分紹介したことありますよね。はい。うん、で右のボックスには教科書が入っております、はいはい、左のボックスにはこんな感じ、さっき言った通りヒロアカと呪術回戦のバインダーと、あとお菓子の料理本とか6年生の総復習とかいろ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 ごちゃ混ぜ、謎々とかいろいろ入ってます。はい、はい、以上ですね。はい、じゃあこの辺はもう本系の形にしたもの。そうですね、はい、あ、まあ推しグッズがやっとまとまっておけたって感じかな。そうですね。ね、前までさこの本棚の下にわちゃわちゃいたじゃん。はい。この辺にちょっとまだここも汚いけど、この辺にわちゃわちゃいたのをここに収納できたという。そうですね。感じだよね。はい。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。これでこの棚はめちゃめちゃどうですか。いい感じですよね。綺麗ですね。はい。めちゃめちゃ綺麗になって。こんな感じで。はい。でここだけちょっといろいろなんか飾れるコーナーみたいなね。はいはい、これからどんどん改造していこうと思います。はい、ということで今の時点でこの、はい、机は完成しました。机を撮影した日と今日別の日なんですけど、はい、綺麗ですね今日も。あ、そうなんですよ。ちゃんと保ってました。保ってますね、机の綺麗さを、はい、でさらにここも今のところ保っててます、綺麗になったので、はい、順調ですね。この辺はちょっと綺麗になりましたね。はい、じゃあ次の段階に進みましょう。はい、はい、次はベッドやりたいし、うん、あと本棚もやりたいなと思ってるし、ね、まあ、あとの卒業っていうか入学、うん、中学生になるのが中学生、もうすぐ中学生じゃん、うん、だからこのランドセルとか置くコーナー、うん、ちょっと改造したいなと思いますし、ね、あとウォークインとか、ね、テレビ台も正直やりたいし、うん、まあ、ほら待って、それまた悪いパターン。
そうだよ、これまたこうハマっちゃダメの。それは分かってるんだって。ただ順番で順序よく普通にね、ゆっくり、まあ春休みもあるし、そんな慌てない慌てない、うん、中学校始まるまでに綺麗にしましょう、うん、はいね、そうやってこうゆとりを持たないと。片付けたよねそうね。でもここはさ、片付けても片付けてもさ、毎日使うとさ、やっぱどうしてもごちゃつくよね、正直ね、うん、まあしょうがないね、ここは、ね、だから使うたびにきちんと戻すよ。私さ、うん、リップ6本あったのに1本なくなっちゃってさ、なんでなくしちゃってさ、もう2週間ぐらいないの、本当に。サンタからもらったロマンド、うん、サンタからじゃない方なんだ。あ、じゃない方なんだ。昔からあって、昔からあったこれがサンタにもらったやつ。そっか、ないの、本当にどういうこと、またマジでみたいな。まあまあまあ、はい、じゃあ次また続くので、はい、皆さんよかったらね、はい、見てください。またお願いします。はい、掃除頑張ります。はい、ということで、それではバイバーイ。あ、紹介終わりにします